Once upon a time, there was a happily married couple. はい、みなさんこんにちは。今日は12月12日。お、すごい。1日に。しかも12日。今日が予定日まで23日です。今から産婦人科でまたうちちに会って聞こうよと思います。胎動検査があるって聞いてるから、うちちの大きさとか見て、あとは元気に動いてるかっていうのを検査するみたいです。はい、では行ってくると思います。バイバイ。から帰ってきて、ハンラースモゴンに運動しに来ました。いいっすね。やっぱ初めて来た？うん、私もハンラースモゴは初めて来たかも、うん、やっぱ人間は自然に戻った時が一番いいと思います。そうです、まあ、私の夢は裸で自然に戻るのですからね。ね。そうだね。あと横川赤ちゃん産む前2週間か、まあ、3週間前ですけども、うん、怖い。行けたら私が産みたいんですけどね。あのね、もう一回やってさ、俺に投げてパンってやって。おっ、すごい。大丈夫？カメラカメラ大丈夫だけどね。すごい、なんでこれ当たるの。分かんない。これ、まあ、大きいの。じゃーん。お家に帰ってきたら、この新生児セットがすんちゃんのお姉ちゃんから届いてました。 ね、 ね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんかコットン 100% だからすごい質が良いです。